天津大学は中華人民共和国国務院教育部直属の国立理工系大学。国家重点大学であり、211皇帝、985校庭総一流においても国家重点大学に選ばれている。副部級大学の一つとして中国天津市南海区に所在する。前身は1895年に中国で 初めての近代的な大学として創立された北洋大学堂。天津大学は、理工系列だけではなく、文科系列も設置されている。大学の略称は、天台及び途中。国家重点実験室も持っている。卓越大学連盟の専員校である。天津大学は中国で最も早く創立された近代的な大学。天台と呼ばれ、 中国国内においては有名な全国的国立大学である。全日制在校生2万6000人で、内本科生1万5252人、修士と博士研究生9270人、また30カ国120以上の大学と提携しており、世界中から留学生を受け入れている。ミノルジキユゼゲテイアイアイキタウン等々、 ギギ学府北洋高有町小歴史建設ため同胞、不重市場たくまし空弾用実ノルチ中華改造休学リブリ加工獣、ミノル印、薄町虫持ちマイクの映画宅落語を起死努力、追悼年過去の観覧締め作り願い、一心一徳どもあげこう誉れだおむきゅう。ありがとうございます。